アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、今シーズン、世界最高峰の舞台で、大フィーバーを巻き起こしました。そんな大谷選手の活躍に、往年の天才スラッガーであり、辛口の解説者としても知られている、アレックス・ロドリゲスさんも、虜になっているようです。皆さんもご存知の通り、今シーズンの大谷選手の活躍は、凄まじいものがありました。打者としては、155試合に出場して、46本のホームランを打ち、100打点、26盗塁を記録。投手としても、23試合に先発して、9勝、156奪三振を記録しました。さらに、メジャーの夢舞台であるオールスターゲームに、史上初めて、野手と投手の両方で選出されました。そのオールスターでは、日本人選手としては、1995年の野茂英雄さん以来となる先発マウンドに上がり、2アウトから対戦したノーラン・アルナド選手には100マイル約160キロを超える速球を連発しました。大谷選手が狙っていたという三振は奪えませんでしたが、そのパフォーマンスはアメリカや日本のファンやメディアを大熱狂させました。メジャーで前代未聞の大活躍を続けている大谷選手には、超一流の成績を残した名選手も大いに注目しています。その名選手とは、ニューヨークヤンキースなどで主砲を務めたアレックス・ロドリゲスさんです。現役時代、A ロッドの愛称で親しまれたアレックス・ロドリゲスさんは、メジャー通算で696本塁打、3115安打を打った往年のスーパースターです。さらにアレックス・ロドリゲスさんは、引退後は辛口のコメンテーターとしてとても人気があります。そのアレックス・ロドリゲスさんが、アメリカのスポーツ専門局である FOX スポーツで、大谷は唯一無二の存在だと大谷選手を大絶賛したのです。アレックス・ロドリゲスさんは、大谷は唯一無二の歴史的な才能の持ち主だ、オールスター級のメジャーの選手たちが大谷の行動に足を止めて注目しているんだ、マウンド上ではニューヨークメッツのエースであるデグロームのように投げ、打席ではかつての名打者であるデビッド・オルティスのようにホームランを打つ。それでいて、エンゼルスで一番速く走ることもできる。ルックスもいいし、カリスマ性もある。本当に大谷のような選手は見たことがないよ。大谷がやってのけていることはどれだけ大変なことか、わかるかい？例えば、皆さんの息子たちが学校で、大谷と同じように、二刀流をやろうとしても、絶対にできない。もちろん私にもできない。大谷は、私たちが、高校やリトルリーグでさえできなかったことを、最高峰のメジャーの舞台で、やってのけているんだ。ほとんどジョークのような現象だと思う。大谷の二刀流は、明らかに驚異的で、大谷は私たちが一生に一度会えるかどうかの選手なんだよ、と話しました。今シーズンのオールスター以降、大谷選手が不調に陥った時でも、アレックス・ロドリゲスさんの大谷選手に対する見解は、揺らぐことがありませんでした。今年の9月15日、大谷選手が所属するエンゼルスは、シカゴ・ホワイトソックスと対戦しました。その試合で大谷選手は、2番 DH として先発出場したのですが、相手投手であるダラス・カイケル投手ら、ホワイトソックスの投手陣の前に2つの三振を喫するなど、5打数無安打に抑えられてしまいました。ホームランどころかヒットさえも出なかった大谷選手でしたが、ホームラン王争いでもライバルであるトロントブルージェイズのブラディミール・ゲレロジュニア選手に2本差をつけられ、リードを許していました。この時期、大谷選手になかなかホームランが出なかったこともあり、今ではあまり考えられないことですが、大谷は本当に MVP を獲得できるのかという議論がアメリカで巻き起こっていたのです。そんな中でもアレックス・ロドリゲスさんは、ゲレロジュニアの成績は例年であれば MVP を獲得するのに十分な内容だ、でも2021年は例年とは違う年なんだよ。大谷がやってのけていることの価値は本当に計り知れないものなんだ。
チームの勝利貢献度を示す WAR という指数はメジャーでダントツトップの数値を叩き出している。大谷は私がこれまで見た中で最も特別なシーズンを送っている。マウンド上での技量とバッターボックスでの圧倒的な強さはメジャーリーグでも比類がないものなんだ。大谷は明らかに不足していた話題を作ってくれて、野球はつまらないというスポーツファンに野球の楽しさを再認識させてくれた。大谷が次はどんなことをやってのけるのだろうかと注目させるきっかけを作ってくれたんだと話しました。超辛口で有名なAロッドがこんなにも大谷のことを絶賛するとはね。他にもオルティスやスモルツ、ケン・グリフィーとかがはしゃいで写真を撮りまくっていたよね。大谷の注目度は本当にとんでもないことになっているよ。天才的な才能を持っていた伝説の選手たちが大谷のことをこぞって認めているんだからね。Aロッドは現役中はいろいろ物議を醸したけど、解説者になってからは非常に的を得た解説をしているからね。Aロッドが言うようにリトルリーグや学校でもできないことを大谷はメジャーでやってのけているんだよね。本当にとんでもない男だよ。大谷の信じられない活躍を見ていると身震いをしてしまうよ。本当に大谷は100年に1人の選手かもしれないね。今後何十年もの間、大谷のような選手は現れないという可能性も十分にあると思う。そう考えると大谷はこれから野球選手として身体的充実期を迎えるから、まだまだ大谷は進化すると考えたらワクワクするし、大谷の活躍をリアルタイムで見られている私たちは本当に幸運だと思う。大谷はメジャーリーグにとんでもない貢献をしてくれているけど、その中で一番大きなものはAロッドも言ってたけど、野球に興味のなかったスポーツファンをメジャーリーグに振り向かせたことだと思う。ここアメリカで一番人気のあるスポーツはアメリカンフットボールなんだ。プロのアメリカンフットボールである NFL はもちろんだけど、大学のアメリカンフットボールでさえメジャーリーグより人気があるぐらいだからね。アメリカンフットボールの次に人気があるのがバスケットボール。野球はその次なんだ。スポーツは好きだけど野球は退屈だからほとんど見ないっていう人が結構いたんだよ。でも大谷が大活躍してくれているおかげで、そういう人たちの目をメジャーに振り向かせることができた。来シーズン大谷がどんな活躍をしてくれるのか、今からワクワクしている人が本当にたくさんいると思うよ。もちろん私もその一人だよ。海外の反応ではこのような声が聞かれました。現役時代の問題もあり、アレックス・ロドリゲスさんのことをあまりよく思っていない人もいらっしゃるかもしれませんが、その打撃センスは本当に天才的なものでした。そのようなアレックス・ロドリゲスさんに異次元の選手とか驚異的な選手と言わせる大谷選手は本当にすごいと思います。大谷選手にはこれからも誰も超えられないような記録を作っていってほしいと思います。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。